世界で一番短い聖書の時間と聖書のお話の時間となりました。私は木曜日沖縄から、つまり昨日帰ってきて、そして今日は金曜日の夜これを撮っているんですが、沖縄は暖かかったんですね。20度前後ありましたが、こちらの方は今まさに雪でも降りそうな寒さです。それで今日の聖書の箇所はマタイの福音書の6章の33節、だから神の国と義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。ここからお話をしたいと思います。これは経済的なものに対する神様の言葉ですが、神様を第一にするときに神様が支えてくださる、与えてくださるという言葉です。私はこのことを通してたくさんの神様の恵みと祝福を見ました。これは皆さんの人生において確かな言葉であり、確かな経済が支えるポイントの言葉でもあるのですね。教会にですね、予言があって経済的に苦しくなる期間があると、こういう予告がありました。そしてですね、その期間が来たのですね。そしてですね、その期間の間にみるみるこのマイナスが増え広がってですね、800万まで来てしまったのです。他のところから転用するという形で支えていたんですが、800万ですね。これはまずいと私は思ったんですね。これは経済的なことも任せていて真剣にこちらの方で考えていなかった面もあったんですね。それでまず本格的に祈り始めることにいたしました。祈りは神様の特別な祝福を開く鍵であります。そしてその時にですね、ちょっと私の心に非常に迷いが生じたんですね。それは 何の迷いが生じたのかというと、マイナス分はですね、東京カリスマ政会の分だったのです。つまり、毎月東京カリスマ政会をやるために、安徳教会から30万円のお金を出していました。そしてそれがそのままマイナスになっていたんですね。で、東京カリスマ政会ははっきり言って超教派の政会であって、安徳教会に直接かかる政会ではありません。しかも安徳教会が出しているのであって、非常にですね、負担が大きかったんですね。で、その時私は誘惑されたんですね。これは東京カリスマ政会はやめればトントンになると。そしたら主が言われたんですね、やめてはダメです、そして、あなた方は背負っていきなさいと。で、もう一つ考えました。それは何と考えたのかというと、東京カリスマ政会を関東の教会で支えて分担してもらうと、こう考えたんですね。しかし主はそれはダメですと、こう言われたんです。そうした時にもう一つこちらの方に考えが浮かんできました。どういう考えが浮かんできたのかというと、私たちの会計は10分の1献金をしていますので、10分の1はこのいろんなミッションとか雲に虹とか御声とか一年の石に献金してるわけですね。その献金をストップすればなんとかなるんではないかと私はこう考えたんですね。で、まさに誘惑の種はいくらでもありました。しかしですね、主はダメだと言われたんですね。それで我々は自分の一献金をし続け、さらに東京カリスマ政会を継続させ、その上でですね、祈っていきました。神と国とまず第一にしたという原則をしっかりとさせた後にこう祈っていったので、実は奇跡が次々と起こってきたのです。そして800万円はどのぐらいで返せるかなと思いましたら、私の覚えでは1年でひっくり返してしまったのですね。そしてですね、今会計は非常に大きく満たされています。で、この時に神に聞き従うこと、祈ることが大きな助けと恵みになりました。神に聞き従うことと祈ることは重要なポイントです。どうもありがとうございました。